懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや飯の話じゃねえよ。あなた食いしん坊なの？クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに突っ込むからでしょう。ともあれ決まりだな。目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ、ワニんとこに。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。あ、この道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。変わらず美しい船体だ。また会えて嬉しいぞ。しっしっしっし、また会えたなメリー。
行くぞ。海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ、メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？おい、大丈夫か？腹が。お前、お腹が痛いのか？俺は医者だ、見せてみろ。おかしいな、熱もないし、脈拍も正常だ。一体どうなってんだ？おいおい、チョッパーにも原因がわからねえなんて、相当やばい病気なんじゃねえのか？アラバスタ特有の病気なんだ。おいお前、この症状になったのは初めてか？違う、前にも何度か。そうか、前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。そこならいろんな店がたくさん並んでいたはずだ。行こうみんな。俺、医者としてこいつのことほっとけねえぞ。待ってろ、すぐ戻ってくるからな。急ぐぞ、広場があるのはここから北だ。でもおかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。
を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。